今の自分が嫌すぎて、もう全然違う人になれたらいい。そういうことを望んでる人って人生良くならないですね。なぜかというと、宇宙の法則に即してないからです。皆さんこんにちは。世界で活躍する竜使いドラゴンマスター慎吾です。今日も YouTube 始めていきます。トゥルトゥルン、おめでとうございます。慎吾さん、全然人生がうまくいかない、どうしよう、困った、もうダメパパという方、大丈夫です。今日は人生が絶対にうまくいく法則を皆さんにお伝えします。最後まで見てね。この番組は誰でも開運できる方法をお伝えしています。龍神様のお力で人生を次元上昇させましょうという番組です。面白いな、ためになったなと思ったらチャンネル登録をお願いします。僕の公式 LINE のご登録もお願いします。僕が校長を務めます人気スピリチュアルマスター養成スクールの公式 LINE のご登録も忘れずによろしくお願いします。はい、本題に入ります前に、11月11日出版記念講演会があります。最新刊、こちら龍神のすごい開運日、それから9月に発売の開運龍神カレンダー、そして11月に発売の最新刊、この3つの出版を記念しまして、11月に出版記念講演会を行います。昼は出版記念講演会、夜は僕の DJ 龍としての名義の生ライブになりますので、ぜひぜひ一日中慎吾に会いに来ていただけると嬉しいです。場所は幕張メッセの近くです。遠方で来れない、どうしても来れないよという人もぜひ来てほしいんですけれども、でもやっぱりどうしても来れないよという人は、出版記念講演会だけオンライン配信がありますので、オンラインで見ていただけたらと思います。アーカイブ配信ですね。パーティーは残念ながら配信ができません。ですのでパーティーに来ていただける人は、まあリアルでぜひお越しいただけたらと思います。さあ、ということで本題に入りましょう。人生が変わらないという人がね、やっぱいますよね。僕は多くの人を見てきましたし、自分の経験からもですね、やっぱ人生うまくいく考え方と人生うまくいかない考え方があるんですね。もちろんみんな全てが素晴らしい愛と光の存在なんですが、やっぱりコツみたいなのはあるんですよね。人生がうまくいく考え方のコツ、うまくいかない考え方のコツで、皆さん自分の人生をね、もっとより良くしたいと思ったら、うまくいく人の考え方を取り入れる必要があります。いや、私はもう十分です、これでも本当に心の底から幸せですという人は、特に、まあ、今からの放送は見なくていいんですけれども、やっぱりもっといろんなところ旅行に行きたいなとか、もっと自由になるお金があったらいいなとか、もっとお友達とおしゃべりしたいなとか、もっと甘いものを食べたいなとか、もっとお金があったらいいのになとか、今の仕事じゃなくてもっと自分の才能を発揮させる仕事がしたいなとか、もっと誰かの役に立てる実感がある仕事をしたいなとかね、そういう気持ちがあると思うのね。それが一つでも1ミリでもある人は、ぜひ今回の話ね、参考になると思いますので、最後まで聞いてください。人生がうまくいく人とうまくいかない人の考え方、これね、対比にするととても分かりやすいので、今日もね、人生うまくいく人、いかない人みたいな感じでね、お話ししたいと思います。今日はテクニックみたいな部分は一切話しません。あり方、マインドの部分ですね。人生がうまくいくマインドとうまくいかないマインドを3つ今日はご用意してきましたので、ぜひ参考にしてもらえたらいいかなと思います。それでは、人生がうまくいく人のマインド、うまくいかない人のマインド、1つ目、まずはうまくいかない人のマインドは、自分以外の人になろうとする人、自分以外の人になろうとする、これがうまくいかない人ですね。うまくいく人っていうのは、自分で勝負するって思ってる人ですね。うまくいく人っていうのは、自分以外になろうとしない人です。これね、ちょっとね、まだなんとなく分かんないと思います。解説していきます。人生うまくいかない人って、やっぱり自己肯定感低いんですね。できればもう自分以外の人になりたいって心の底のどっかで思ったりしてるんです。だから、そういう人たちの願望をね、ちょっとこう読み解いてみると、こう夜寝るでしょ、寝て起きたら全然自分が違う人になっててほしいっていう願望があったりするんですよ。これスーパーマン症候群っていうんですけど、もう今の自分が嫌すぎて、もう全然違う人になれたらいい、そんな風にすら思ってるんですね。もう180度違うみたいな、バーンと変わるみたいな、そういうことを望んでる人って人生良くならないですね。なぜかというと、
宇宙の法則に即してないからです。ちょっとねこう厳しく聞こえるかもしれないけど、もうあなたはあなたでしかないのよ。この今世はもうあなたで生きるしかない。そう腹をくくってる人はやっぱり人生うまくいくんですよ。私は私で生きる、もう今世この私で生きると決めたんだ、もうルックスも性格も喋り方も声も全てもう私で生きるっていう風に腹くくってる人、こういう人はやっぱり強運を引き寄せます。そして人生がより良いものになっていきます。一方でこんな私じゃダメだ、ここが変わればいいのに、こうだこんな自分だからうまくいかないんだ、もう全然違う人になりたいって心のどっかそこでね思ってる人、表面的には思ってないと思うの。だって自分を生きてるからね、自分で毎日生活してるから。でも心のどっかで自分がもう嫌だ、こんな自分嫌い、もう180度全然違う人生になりたい、もう朝起きたらスーパーマンスーパーウーマンになっててほしいっていう願望がある人はやっぱり人生うまくいかないですね。なんでかというとやっぱり自分に対する慈しみが足りない。自分に対する慈しみが足りないとね、エネルギーはどんどん下がっていきます。そして宇宙や龍神様も応援してくれません。龍神様は言いました。龍と同じことをしよう、龍はあなた方のことを愛していると、だからあなた方もあなたの方のことを愛しなさい、つまり自分自身のことを愛しなさいというふうにおっしゃいました。だから自分を大好きになるようなワーク、ハグマイセルフっていうワークね、この YouTube で何度も紹介しています。ハグマイセルフを毎日やったらいいよ。でね、この間会った人がハグマイセルフ毎日やったんだって。そしたら本当に人生変わったんだって。本当に人生変わった、もうガラッと変わっちゃったって言ってました。ハグマイセルフ、自分のことをハグして愛してるよ、大好きだよっていうワークです。たったこれだけ、たったこれだけで人生が変わるの。でもなぜやらないか、もう僕ね YouTube や本で何度もハグマイセルフの話をしてます。でも毎日やった人はもうその人しか知らない。この間会ったその人は毎日やったって言ってたけど、毎日やってる人も僕その人しか会ったことがない。なぜやらないか、そんなことやらなくても人生変わってほしいって思ってるからだよね。自分自身のこと好きにならなくても、だって好きになれないし、好きになる努力なんてしたくない、好きになる努力なんてしないで私がもうガラッと変わってほしい、もう覚醒したいみたいな。覚醒するのはいいことなんだけど、覚醒するっていうのはね、全然違う自分になるってことじゃないのよ。むしろ逆、自分自身になるってことになる。自分自ら神と書いて自分自身が覚醒ね。だから自己肯定感を上げてハグマイセルフをするっていうのは実は覚醒の道なんだよね。それを教えてるんだけれども、やっぱりいろんな人なかなかねメンタルブロックがあってやってくれないよね。うまくいく人とうまくいかない人の一つ目は、自分以外になろうとする人、これうまくいかない人。自分以外になろうとしない人、つまり私は私と言って生きている人、これうまくいく人です。2番目、うまくいかない人は一発逆転を狙います。うまくいく人は時間を味方につけます。これね本当にそうなんですよ。うまくいかない人ってもう明日変わってほしいのね。バーンって、もういきなり2億円降ってきてほしいみたいな、いきなり顔がむっちゃ美人になってほしいとか、お腹の肉ももう30秒で取れてほしいとか、そういう人がうまくいかないですね。でもね、人間はそういうふうにね期待しちゃうのよ、夢見ちゃうのね。でもね、そういう夢は叶いません。なぜかというとね、3次元の波動っていうのは重たいんですよ。重たい波動というのは時間をかけないと変わっていかないんです。でも逆に言うと、時間をかければ変わっていくもんなんですね。例えば僕がねうつ病で会社を辞めたんです。その後仕事もお金も才能も何もなかった。でもね、たった一つだけあったの。それは時間。時間だけはみんなと変わらない。時間だけはあると思った。だからもう10年でも20年でもブログ書き続けてやろうと思った。時間を味方につけて。10年20年ブログを書いていれば誰かが見つけてくれて、そしてその人に何かのサービスを提供すればお金が入ってくるだろう。そんな感じでした。でも最初は何にも鳴かず飛ばずでした。ブログのアクセス数も全然ないし、読者数も全然つかない、もう諦めた、もう飽きた、やりたくないって思う時も何度もありました。でも時間しかなかったから、僕には。だから時間に味方についてもらって、つまり時間を味方に続けるというのは一瞬では変わらない、でも長く続けていれば変わる。だから時間をかけてコツ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 やっていく、それが時間を味方につけるということです。
で結果僕はどうなったかっていうと、そのブログを出版社さんが見つけてくれて本を出すことになりました。そしてたくさんの人に知ってもらうことになりました。ドラゴンマスター龍の人といえば慎吾みたいにありがたいことに思ってくださっている方も多いです。それは何から始まったかというと、ブログを毎日書くっていうことから始まったのね。で時間を味方につけたということです。うちのスクール生さんもそうです。バーンと変わりたいと思う人はなかなか結果出ない。でもコツ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 自分ができる範囲のことを僕の教えに従ってコツコツやってる人はどっかで必ず目が開く。そして目標数値を達成して僕と一緒にリトリートに行ったり成功者のインタビューを受けたりしてくれてます。だからもうこの宇宙の法則なんです、時間を味方につけるというのは。で一発逆転を狙う人は時間を味方につけないからうまくいかないのね。僕の好きな言葉にこういう言葉があります。一発逆転を狙う人に一発逆転は来ない。一発逆転を狙わない人に一発逆転が来るという言葉があります。つまり一発逆転したいって思ってる人は続けられないから一発逆転来ないんですよ。でもコツ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 やってたらボーンって一発逆転みたいな出来事が起きて、つまり龍神様がね出来事を起こしてくれて、そして一気に次元上昇するってことが起こるんです。なので時間を味方につけるということがとても大事だってことね。はい、そして3番目は人生がね今回はうまくいく考え方います。うまくいく人っていうのは人生をジグソーパズルのようなものだと考えています。でうまくいかない人はもう混乱してます。これどういうことかというとね、ジグソーパズル皆さんやったことあります？僕もね2回ぐらいしかないけど、ジグソーパズルを始めるときってさ、もう何から手をつけたらいいかわからなくない？もうどれがどれのピースなのかわからないじゃないですか。まあ唯一わかるのは角の部分ぐらい、あ角がこの4隅にあるんだろうなっていう感じだよね。でそれでわからないながら混乱しながらもちょっとずつあれかなこれかなこれかなってこうはめていって、何回も何回もトライアンドエラーしていくうちに、あこれハマった、あこれハマった、あー分かんない分かんない、あうんどれかな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 、これハマったっていう風にだんだん形を帯びていきますよね。最後の方ってどんな感じ？最後の方もだいぶ固まってきたぐらいだと結構もうスー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 ハマっていきません？これかなこれか、あこれこれ、あこれあこれこれこれ、はいはいはいって言って、で最後の方とかもすごいスピード速くなるじゃないですか。あこれね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 、はい、そして最後のピースこれねって言ってジグソーパズルって完成できますよね。つまりどういうことかっていうと、最初は混乱なんですよ。もう何から始めていいかわからないし、何がどういうふうに組み合わさるかわからない。でもその中でトライアンドエラーをしていったら着実にピースが埋まっていって、で最後の方はうわーってピースがはまっていくんだよね。ジグソーパズルにかける時間で一番長くかかるのは多分冒頭だと思います、最初の頃。だからもう3分の1ぐらいまでがジグソーパズル全体を作る3分の2ぐらいの時間を使ってるはずなんですよ。だから時間が逆なのね。最初の方に時間がかかって、で後の方はスムーズ。これは人生と一緒なんですよ。例えば何かを始めるとしましょう。最初の頃は混乱しかありません。うまくいく方法、うまくいかない方法、分かりません。だからトライアンドエラーをしてピースがこうあれかなこれかなあれかなこれかなってやるように、いろいろなことを試していかなければいけません。ですがそれがある程度乗ってきたら、どん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 トライアンドエラーしなくてよくなるんです。でだん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 もうトライもいらないぐらい、もうあはいはいこれ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 っていう感じで人生が進んでいくのね。これはもう端的に言うと僕の人生この6年間ぐらいがそうです。最初の頃はもう何をやったらいいか全く分からなかった。だから失敗もたくさんしました。頭をぶつけながらゴン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 ぶつけながら、あれやってこれやってうまくいかない、これやったらうまくいかないうまくいかないで、だん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 ちょっとずつピースが埋まっていきました。今はどうかっていうと、もうパン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 って感じです。もうあれってやったらこれ、これってやったらあれって感じ。結果がだいたい見えてて、それに対するもう時間とお金と自分のエネルギーとこれぐらいだなっていう感じで、はいってやったらポンってできちゃうっていう感じです。本もね、最近一番最初に書いた本はすごく時間がかかったし大変でしたけれども、今はもう一冊本書くのすごく簡単です。本を出すのってすごい難しいんですよ。ハードルむっちゃ高いのね。だけど今の僕にとってはもう簡単です。向こうから出版社さんから依頼来るし、これが人生なの。ジグソーパズル、わかりますか？最初からうまくいかないんですよ。でもうまくいかない時期をどれだけ楽しめるか、
しくやるってこと、そして続けていくってことで、結果にとらわれないってことね。最初の頃なんて結果なんて出るはずないんだよ。出ないから。でも最後の方にガッと出るの、これ僕ドラゴンポイントって言ってます。こう時間があってね、結果があって、こういうグラフがあった時に人は時間と結果が比例してほしいって思う生き物なんです。だからこんなに頑張ったのに結果が出ないってよく聞くんだけれども、そういうふうに思っちゃうのね。頑張ったって最初の頃は結果なんて出ないです。全然出ないの、全然出ないんだけど、ある時このドラゴンポイントで急に結果がドンって出るんです。例えばまあ今回ブログの話してるからだけど、ブログ書いててもそんなに読者数なんて増えませんでしたよ。フォロワー数も増えませんでしたよ。でもコツ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 書いてった。そしたらあるインフルエンサーさんにシェアしてもらったことで一気にアクセス数と登録者数が増えました。でそこからまた横ばいになって全然増えないなってなって、で出版の話が決まりました、本出しました。そしたらボンってまた伸びました。努力と比例しないの、こうじゃないの、こうよ。だから結果なんか出ないけど出る、わかる、このニュアンス。結果なんて出ないのよ、でも出るの。もうちょっと具体的に言うと、みんなが期待しているように結果は出ません。ですが思わぬところでいきなり結果が出ます。これをいくら信じられるか、どれだけ信じられるかで人生がうまくいくかうまくいかないかが決まります。このマインドね、今回はマインドの話をしました。一発逆転を狙う人には一発逆転は来ない。もし仮に来たとしても一発屋で終わります。この間もね、ちょっとお金の回で話したけれども、仮に2億円宝くじで当たったとしましょう、生活水準が上がっちゃうんですよ、ボコーンって。もう絶対上がるから、いや私は質素に暮らしますとか、私はなんかこう寄付しますとか、今その妄想の中ではそう思うかもしれないけど、絶対に現実的に2億円というお金が銀行口座に入ったら、絶対ね家のリフォームを考えたりとか、子供にお金を残しておこうとか、ちょっと贅沢をしようとか、ちょっとぐらいいいよね、ちょっとぐらいいいよね、ちょっとぐらいいいよねって言ってやってると、美味しいご飯の味を覚えてもっと美味しいご飯を食べたくなったり、リフォーム会社さんからそれぐらいの資産があるんだったらこれぐらいのいいものを用意した方がいいですよっていうセールストークに押されて、自分では100万円ぐらいのリフォームだったのが1000万かかっちゃったりするの。絶対するの、絶対生活水準が上がるの。それで2億円が全部なくなって、あなたには収入をこう呼び込む力がなかったら地獄よ。これを一発屋と言います。一発当てたとしても一発屋で終わったら人生長いですから意味ないですよね。ですからね、コツコツやるのが一番。時間を味方につけて、自分のできることを愛を表現してコツ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 やって、そしたら龍神様が頑張ってるねって言って風を吹かしてくれる。これが僕の6年間やってきた全てです。全てなんだけど、なかなかみんなに伝わらない。ぜひねマインドの中に入れてください。楽して儲けようとか思わないの、楽して稼ごうとか思わないの。自分の愛をじわーっと広げてって、そして龍神様のお力を借りて楽しく幸せに楽に幸せなお金持ちになってね。いつも励みになってます。ありがとうございます。見ていただいたあなた愛してるよ。せーの、龍金龍城爆上。